で最後はですね、ホテルから、ですね、昇天の教会、まあ別名再臨の教会、ここからイエス様が昇天した、だから聖書的に言えば、ね、そこに再臨すると言っておりますが、その、塔があるところですね、あそこに今回日本を目指して、主婦の方ですね、ちょっと薄いですけどね、よくわかんないですけどね、この昇天の教会と、この道がね、一応あるんですけどね、よくよくじーっと見てね、虹があるなと思って見ると虹が見えます。ですからね、見ていただきたいなと思います。はい、それとともにですね、この、12月のですね、2日に、この特別集会があります。一応、祈祷会はですね、そちらの方にご利用しますので、この教会ね、12月2日ですね、来てもドアは閉まっておりますので、あ、再臨したと間違いないな覚えておいていただきたいと思います。でその時ですね、沖縄市民会館の方で、この集会を行ってますので、そちらの方に、ね、合流しますので、見ておいていただきたいと思いますが、そちらの方ね、集会ですね、一応、私たちが主催でありませんので、このね、そしたら、ですね、一応人数ですね、確認をしたいということで、24日に最終日ですので、一応23日の月曜礼拝ですね、月曜礼拝までにこの申し込んでいただいた方は行けると、ね、ただお願いしたいのはですね、一応1560席あるんですけども、多分いっぱいであろうと、ね、聞いたらね、その前の日のですね、病院でのね、方もですね、多分中はいっぱいで、外にも椅子を置いてやるんじゃないかって、その時は私初めて聞きまして、外を PA するんですかって聞いたら、外はいいですって言われたんで、全然考えてませんけど、急にその日になってね、外の PA もお願いしますなんて言われた日にはですね、まあ、一応機材持ってきますから、まあ、外もね、スピーカー2本立てて、ね、やりますけどね、まあ、その辺はね、そこの病院で行っては悪いんですけどね、主の十字架と一緒、突然に、すると突然ね、PA が増えたとかね、すると突然動画が増えたとかね、いろいろね、すると突然が多いんですけども、まあ慣れてますから、ね、ぜひ覚えてお祈りしていただきたいと思います。でその中でね、さらにこの2日の方ですね、今も言いましたけども、23日までに登録をお願いしたいと思いますが、必ずね、行くことができる、なんかトゥトゥトゥって何だろう、まあいいや、必ず行くことのできる方ね、お願いしたいなと思いますけれども、さえね、見ておいていただきたいと思います。そして、ですね、12月の、この16日からギフツが来ることになっております。一応チラシね、できておりますので、ただこれはですね、自由に来れるところ、ね、この出しております。でですね、木曜日のですね、この午後にはですね、糸満高校が入りますけれども、ここはね、一応高校ですので、このね、一応出してませんし、また金曜日ですね、この唐下の会、そしてオリーブ山病院、ね、これもですね、その方々のためだけのですね、あれですね、出してませんけれども、あと、美浜の方ですけれども、観覧車の、ね、前のところで行いますので、ぜひね、来ていただきたいなと思います。ぜひね、この用いていただきたいなと思います。まあ、できたらあと25日にですね、沖縄エルサレム教会でパレット前で歌うことも、反対側にね、印刷していただいても構わないかなと思いますので、さあね、ですね、出してませんけど、25日でですね、一応に予定としては2時から5時だったと思いますけれども、このパレット前でね、沖縄エルサレムで賛美をしますので、お時間のある方ね、来ていただいて、ぜひね、ギフスがいませんっていうのはね、ギフスがいないから多分晴れてるんじゃないかな、ね、さえね、見ておいていただきたいなってね、思っています。それともね、そのためのね、この費用のためにぜひ覚えてお祈りしていただきたいと思います。さてですね、この今日は、ヨハネの黙示録の連行の3回目として2章の1節から7節をお開きしてもらいました。
この一節にエフェソにある教会の御使いに書き送れ、右手に7つの星を持つ方、7つの金の燭台の間を歩く方が言われる。これはイエス様のことですが、エフェソという教会があります。でここはですね、パウロがね、このコリントからエルサレムに向かう途中によって伝道したところです。また第3回伝道旅行の時にはですね、そこに2年間腰を据えてそこで伝道しました。でそこに大きな、ね、教会ができて、ね、エペソの教会のことってすごいですよ。これね、大体1万人ぐらい入る、ね、教ね、会堂があってね、ですね、大きなね、元のエペソの教会跡地ってとこね、小高い上の上にね、なんかお城みたいなね、ですね、できていましたね。でそのね、エペソというのはね、もう一つは漁港です。でね、ポトモス島ね、行くときに大体エペソ、ね、トルコ経由の場合エペソからですね、エフェソスって言うんですけどね、今そこから船でね、行くんですけども、そして晩年このヨハネの黙示録を書いたヨハネはですね、そこでこの奉仕をし、そこで亡くなったと言われています。ですからね、このエペソのね、教会のそばにね、ヨハネの墓と言われているところがあるんです、ね、ヨハネの墓、ね、そしたらね、1回目行った時ですね、あるね、バイオリン弾く男の子がね、そのね、墓の上でね、お墓の上に座っちゃまずいですよね。これやり出す時間なくなる、ね、お墓の上でね、そこでお祈りし始めてね、みんながやめろっつうのね、やめない、ね、その結果彼はですね、お腹壊しまして、トイレに、ね、ずっとこもっちゃって、その結果どうなったかというと、フィラデルフィア教会ね、入れなかった。跡地にね、鍵が閉まってる、時間がね、遅くなっちゃった。お前のせいで入れなかったと。これもまた後でね、フィアデルフィアのところでね、またメッセージしますけどね、ですね、そういうね、逸話もあるんですが、まあそこは今日はね、触りだけ、ね、でその中でね、ここに7つの金の燭台の間を歩く方が言われるって書いてあります。7つの金の燭台、これはね、各これね、一つ一つ書き送られた教会です。でこのね、このその教会だけではなくて、これはね、今の時代この7つのタイプの教会がある。先週も話しましたけども、ですね、このその中でね、なぜならね、7節に耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。先にここをちょっとお話しますけども、御霊が諸教会、諸教会って7つの教会じゃないですよね、全ての教会ですよね。つまりこの時代に、今のこの現代においてこの7つのタイプの教会があるぞ。そして御霊にあって、その各教会は、私たちはその教会に対してのメッセージを受け取っていきなさいよって言ってるんですね。でここに、一節の方に戻りますが、燭台の間を歩く方ですから、その各教会においてね、生き巡りに、そして導いてるから。そして7つの星というのは御使いを表します。で御使いは何を表すかというと、メッセージです。つまり7つの、ね、この各教会において7つのタイプ、この不諸教会であり7つのタイプの教会に対して御霊が、つまりイエス様がメッセージを伝えているということね、ここで言っていることね、見ておいていただきたいと思います。じゃあその内容はね、このエペソの教会に対しては2節から、私はあなたの行いであなたの労苦と忍耐を知っている、またあなたが悪い者たちを我慢することができず使徒と自称しているが、実はそうでない者たちを試してその偽りを見抜いたことも知っている。あなたはよく忍耐して私の名のために耐え忍び疲れたことがなかった。褒められてるわけですね。じゃあなんで褒められたかと、ね、神の言葉を守り、神の言葉を忍耐し、ね、守り通したからです。それとともにここにね、
使徒と自称しているが実はそうでない者たち。今ね、使徒はね12人だけ、ね、ユダはね押したから、パウロを含めて12人だけだというね方々がいますが、そうではありませんね。なぜならね、12人だけだったら自称する人は出てこないわけですよ。まあね、主の十字架にペテロいっぱいいますからね、ペテロと自称しているペテロがいたりしてね、ね、でもね、ペテロの特徴はね、大体ね、お腹が大きい、ね、内田牧師にしても、町木名牧師にしても、私にしても、ね、持田牧師なんかね、挨拶でお腹とお腹ぶつけてるんですよね。久保田っていうのはちょっとね、まだ引っ込んでますけど、安心してください。すぐに出てきますからね、見ておいていただいて、まあそれは別の話ですけども、ここでね、自称してるっていうのは偽使徒だよ。じゃあ偽使徒がいるってことは何かというと、その当時ね、使徒がね、十二使徒以外においてもいっぱいいたってことの表れなんですね。またですね、バルナバも使徒であったとかね、書いてありますから、つまりこの使徒の働きをねする方々がおられた。じゃあ使徒の働きとは何かってね、ここはちょっとね、話をずらします、大事なところをずらしますけども、これね、教会をね牧会し、教会を導く働き。じゃあ一つの教会ではなくて複数の教会、使徒の働きを見ていただくと分かりますけれども、各教会に行ってこのね、このパウロの働き見ていただくと、コリントに行き、このエペソで僕ね働きをし、さまざまな教会を立て上げるとともに、教会を牧会し、教会を導く働きです。ですから十二使徒、これは十二使徒の特徴は、イエス様にお会いした、そしてイエス様に言われたことをつかさどって伝えていく働きです。これは一つの中心です。もう一つね、使徒としての働きは、この神様に、イエス様がね、エペソのところにあるように、キリストに任命されて、そして各教会を働きを強め、各教会をね、励まし、またね、この信仰の位置、神の言葉の位置を持って、この導く働きとしてね、立てられていくぞということで、ね、見ておいていただきたいと思いますけれども、そしてその中でね、このエペソの教会の方々はですね、このそれを試したんです。じゃあ試すって何？何を試す、ね、顔が人かどうかとかね、それではありませんね。雰囲気が人かどうか、それではないね。イエス様が語った言葉をしっかりと守っているかどうか試したって何か、神の言葉にね忠実に、ね、この合致しているかどうかですね。そこを試したんですね。そしてこの偽物はこの神の言葉にね逆らいますから、このそうではないということを試して明らかにしていったということからは見えてきます。しかしね、この後4節からね、しかしあなたには非難すべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。それであなたはどこから落ちたか思い出して、悔い改めて初めの行いをしなさい。もしそうでなく悔い改めることをしないならば、私はあなたのところに行って、あなたの食材をその置かれたところから取り外してしまおう。で、ここの食材という言葉、前も言いましたが、これ教会を表します。つまり教会の実質が外されてしまうということを意味するんですね。そしてエペソの教会は何がね悪かったかというと、初めの愛から離れてしまった。じゃあここね、ちょっとこの祈りの中でね示したいですけど、なぜね、エペソの教会が初めの愛から外れてしまったか。エペソの教会ってね、偽使徒を見分けて、ね、試して、ね、この明らかにした。そして神の言葉を忍耐し、守ってる教会。素晴らしいじゃないですか。ところがね、ここに鍵があるんですね。これちょっと私の祈りでの祈りって、中で示されたことです。つまり、試したゆえに、このね、御言葉のね、この言葉でですね、この立法的になりがちなんですね。つまりこれを守ってない、あれも守ってない、ね、
これね、偽人だけだったらいいんですけども、これね、隣人ね、隣人にね、これやるとどうなるかというとね、聖書は正しいですから、私たち罪人なのに聖書は正しいですからね、聖書でね、人を切ることね、いくらでもできるんですよ、ね、あなたは神を第一にしていないとかね、自分もしてないくせにね、そうやってね、切っていくとどうなるかというとね、これ律法主義になるわけです。それでイエス様はね、律法学者の方々にこう言ったんですね。あなた方はね、この皿は外側だけ綺麗で中は内側はいいっていう、つまり外見は綺麗にしてるけども中側は汚いぞ、悔い改めて神に立ち返る。これどういう人かというと、神様の言葉に、神様のね、このね、律法はね、律法は一点一角も落ちませんよ。でもね、一番大事なことは神を愛し隣人を愛すことですね。律法で言うならね、例えばね、イエスも安息日の時にね、人を癒しました、癒したわけですよね。あれ律法違反なんですよ、旧約聖書から言えば。そうですよね。そしてですね、人々に対してね、この律法学者、あれは律法を守ってないから偽だね、偽だって言ってね、それで裁くわけですよ。それに対してこのイエスさんはね、じゃあね、これはね、その人を愛していることかどうかって聞いてるわけですよ。律法がそう言っていたとしても、隣人を愛することの方がこれ優先するぞってね、その時ね、宣言したわけですね。ですからね、この信仰が優先するぞ。主の中でね、今ね、女性の牧師の方々がいっぱいいます、ね、でもね、第二テモテのところみたいなね、女性がね、牧会したりね、教えたりね、するのはね、おかしいって書いてあるんですよ。新約でも書いてあるんですよ。でも旧約の中においてね、ルツはね、この異邦人なわけです。異邦人からダビデの、ね、聖子が生まれた。で、新明記ね、詳しくここいっぱい調べてきたんだけどね、時間がないからね、パッとはしゃぎますけどね、新明記を見るとね、そのね、ルツはね、この主の集会に入っちゃいけない家系なの、ね、つまり主のね、つまりイスラエルのために入っちゃいけない家系の子孫がダビデなの。でもルツはね、神様に選ばれたんですね。どうしよう、ルツが神を信じたからです。ルツが神を信じたからです。律法ではなく神を信じることが優先された。ですからダビデがイスラエルのキリストの先祖となったんです。律法ではなく信仰が優先される。この時ね、エペソの教会は律法を優先し信仰を優先してませんでした。つまり神を愛し隣人を愛するという、ね、一番重要なことをね、ないがしろにしてたわけです。ですからそれを初めの愛を、つまりイエス様に救われたその最初の愛を、ね、イエス様の愛を受けた、そして人々が愛、ね、神の愛に満たされているその愛を取り戻していきなさいよ。そうでないと教会の実質がなくなってしまうからですよ。でね、ね、そういうね、現代の教会ね、これね、あるじゃないですか。立法一方を守って神の愛をないがしろにしてしまう。私たちはね、そのことをね、注意していただく必要があります。これね、簡単に言えばね、ルール、日本人はね、結構ね、これになりやすいんですよ。立法っていうのははっきり言えばルールですね、ルールです。ルールを優先してね、この一番大事な実質、つまり神の愛という実質ね、それをね忘れないよ。ルールはルール大事なんですよ。
ルールを破れと言ってるんじゃないですかね。しかしそれよりも実質神様に愛されていること、救われていること、ね、昔ね、ビリグラム大会にちょっと鑑定してた時に、悲しい証がありました、ね、ビリグラム大会でね救われて本当にね、喜んで教会に行ったんですね。そしたらね、その子がね、ちょっとヤンキーだったんです、ね、で髪を染めてた茶髪、うちの奥さんも茶髪とよく言われるんですけどね、そしたらね教会で ね神様の前に出るのにその茶髪は何だってことになってね、そして彼はね、彼女が、教会を去ってしまった、ね、悲しい証です。そういうことがないよ、神様に愛されてるもの、愛するものとして、ね、点で見ちゃいけないんですよ、線で見て神様愛してだん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 変わります。さあね、そのことね覚えておいていただきたいと思います。そして最後に、すいません、6節7節、しかしあなたにはこのことの言葉がある。あなたはニコライ派の人々の行いを憎んでいる。私もそれを憎んでいる。耳のある者は御霊が祝福会に言われることを聞きなさい。勝利を得る者に私は神のパラダイスにある命の木の実を食べさせよう。ニコライ派、この2章の15、14、15ですね。しかしあなたには少しばかり非難すべきことがある。あなたの地にバラムの教えを報じている人々がいる。バラムはバラクに教えてイスラエルの人々の前につまずきの石を置き、偶像の神に捧げたものを食べさせ、また不貧困を行わせた。それと同じようにあなたのところにもニコライ派の教えを報じている人々がですから、バラムバラクの教えと同じようなものと言っている、ね、箇所があります。これは不貧困を入れて偶像礼拝を入れた。この、ね、ニコライ派の方々も、ね、このそのような、ね、神にないものを入れた。でそのことをね、このエペソの教会の方々は、まあ、ルールを守る教会ですからしっかりとねそれを拒否した。それはいいことですよ。そして最後ね、この勝利を得るものにですね。だからね、この7つの教会に対して何を言ってるのかね、再臨が近い、再臨の備えをせよですから、ですからその中で勝利を得てきなさい。ただね、これが空中再臨の時に与えられるかどうかね、つまりこのエペソの教会はですね、これは私の意見ですけども、まあね、残ってこの地上に残って、そして最後の勝利を受けていく、そしてパラダイスにあって永遠の命、命の木の実を食べる教会として置かれていくぞということをね、見ることができます。さあね、覚えていただきたいと思います。お願いします。愛する天の地の神様、最後に私たちからと愛し、あなたに従い、あなたのうちに歩むことができますよ。助け導いてください。癒しの祈りの時を持ってまいりたいと思います。まず、悔い改めの時を持ちしてみましょう。お願いします。愛する天の地の神様、癒しの水、帰らずに利用してください。イエス・キリストにて癒されよ。癒されよ。癒されよ。この脇腹が痛い方がいますが、それが癒されてきます。またこの肩が非常に凝っている方がいますが、それが癒されてきます。イエス・キリストによって解放されよ。解放されよ。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。それでは、このお立ちください。ハレルヤ。ハレルヤ、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 ハレルヤ。お聞こえ願わくば主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の等しき交わりが私たち一同とも良い男教えに限りなくありますように。